皆様ごきげんよう。今日なんですけど、事務所に来たところ2人がなんかサプライズ、はい、サプライズというかドッキリか、ドッキリですね。はいはいはい、あの水木ちゃんがあの住人に来となんかデート企画あったじゃん、あそこの時になんか幽霊が結構怖いみたいなこと言ってたらしくて、そうですね。でなんか結構そのお化け屋敷に連れてほしいとかそういうコメントが来たみたいで、はいはいはい、であの水木ちゃんといえば今一番行きたいとこディズニーランドでたびたび言ってくるじゃん、言ってますね。なんかディズニーランド企画をやりましょうってさ、もう多分4回か5回聞いたんだけど、今日何も言わずになんかディズニーランドに行く雰囲気を出しながらお化け屋敷に着いたおっていうことですよね、はいはいはい、そういうことです、はいはいはい、あの昔行ったじゃないですか、初期にだいぶ初期に行ったお化け屋敷に行きましょうと、なるほど、ミュージシャンと。なんで俺にまでなんかドッキリで仕事してたの。いやまあみくるさん、なんで俺にまでどっちかなと思ったんですけど、まあみくるさん、みくるさんとみずきちゃんを一緒に連れて、まあ、2人で入ってもらって、2人で入る必要なくない、はい、みずきちゃん1人で行って1人で入って出てこれたらディズニーランド行けますでしたと。ああ、面白くない、究極の天国か、はい、天国のために地獄を頑張れるか。でもなんかみくるさんと一緒なら怖くない説っていうものがあそういうこと、提唱したいな。俺はマジで怖くないよ、言うけど俺だって昔やったじゃん、参りましたね。みずきさんは怖くないですけど、みずきちゃんめっちゃ怖いって言ってるから、俺でも置いていくよスタスタ行くよ。それは絶対ダメよ、それはダメですよ。それは俺的には思ったのは、前もさ、みずきちゃん泣かしちゃったやん。面白いですよ、泣くよ多分。泣かしちゃったから、それも含めてなんかみくるがさ、隣におった方がいいかな、一人で行かせるのはさすがにさ。俺も脅かしてっていい？まあそれはちょっといいそれやってみようかな、まあ、それぐらいならいいかもしれんけど、いやでもマジビビるんじゃない、いやでも一旦はさ、自撮りでさ一人で行ってもらうのが一番楽しいから行けるかな。なかなか鬼だな、おいおい、なかなか鬼じゃん。いやいや今後、この仕事に入ってきたってことは、いろんなものに揉まれますから、そうこのぐらいやってくれんと困るよ。確かに最初の難関、俺の話術でとりあえず何とか言ってもらうわ。なるほど。で最悪まあ俺もどうしても俺についてきてほしいってなったら言ってあげるけど、まあ、俺は一緒に行った暁には落としますよ俺も。クソやろやん。違う違う違う、視聴者は絶対驚いてるところを見たいわけ。まあまあまあ、まあ、それが可愛いわけだから、でしょ、でしょ、なんじゃないドラゴンで。そっかそっか、あの時吉田君まだ入ってなかった。入ってないですね、僕は。そうなんですね、行ったことないんですよ、あのお台場のとこでしょ。お台場行ってないです。タクマが後ろから飛び出してきやがって。まあ、あれさ、手出しで見ててさ、マジで笑ったもんね。さあ、めちゃ懐かしいよね。あれ、あれ、僕は3年前ぐらいの話でしょ。本当に初めて通過です。あれ、ちょっと概要欄に貼ってくれ。皆さん、そちら見てから来てもらいたいですよ。投げるのはダメだって、そんなのあったの。確かに編集もさ、雑じゃないけど、なんていうの、なんか一番丁寧なんだけど、俺たちだと結構考えて出したんだよね。そうそうそう、あの辺のやつは毎回毎回、ね、動画の出来めちゃめちゃなんかホームパーティーみたいな。面白いけどね、あれはあれで。まだ水木ちゃんは何、なんて呼び出してるの今日。いやもう普通に撮影しか言ってないんですよ。まあ俺たちそうなんですよ、いつもそうなんですよ。いつも撮影しか言ってないんで。でもこの雰囲気なんか朝早いし、ワンチャンディズニーじゃないかって多分疑ってるからちゃう。もしかしてみたいな、プレゼント企画だみたいな。そうそうそう、で俺たちもさ、一緒の車で行ってさ、ディズニーっぽさ出してこい。その車内も撮影してさ。ああ、いいっすね、いいっすね。ディズニーって撮影できたんだっけ。いやでも着いた瞬間分かるじゃないですか。分かるよ、着いた瞬間分かるけど場所が違うから。だけどお化け屋敷に着くまで分からんくない。まあ分からんすね。でしょ、あのお化け屋敷の前まで行かない、行かないと分からん、行かないと分かんないから。あらしいね。なったらそこも交渉の始まりでしょ。うん、今日のために開けてもらったんで、水木さんのために開けてもらいました。言いようっすね。じゃあそういう感じでやっていきますか。はい、行きましょう。ワンチャン炎上するかもしれない。また流しちゃったんで。水木ちゃんすぐ泣くキャラでいいんじゃない。まあ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 、それでもいいけどね。ちょっとかっこいいんだけど、泣くとこは泣くみたいな。まあね、まあね。で、さっきはすっげえ須田くんがちっちゃく見えるんだよね、このちっちゃく、わかる？位置の関係で。髪も切ったから、ちょっと相まってお坊ちゃんみたいな感じになって。お坊ちゃん広いちっちゃく見える。いきます、いきましょう。いきますか。はい、はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。朝からの撮影久々よね。めっちゃ久々ですよ。俺最近さ、マジでなんか底辺のクズみたいな生活してんだけどさ。え、練習できんじゃん俺、頭痛くて、はいはい、昼過ぎに起きてんだね。で夜中の3時ぐらいまで寝れなくてみたいな生活を繰
返してるんで、今日ようやく歯止めがかかりました。この撮影のおかげで朝早いですからね。でも、俺のちょっとあれだけどね、あんまりあんまり俺ら好きじゃないじゃん、今からのそのあれは。あー、俺たちは好きじゃないね。みずきちゃんは多分好きなんだろうけどね。なんですか。あ、わかりました。あの、ディズニーランドしかないですね。いやー、どうなんでしょうね。ディズニーランドって今収益化できるんだっけ。できないです。あ、なんかグレーなとこ、グレーなとこです。ワンチャンあれかもな、動画ボツになるかもしれんね。まあでも普通にさ、例えばディズニーってなんか楽しいんでしょ。その動画なしでも楽しいんでしょ。はい。あ、そうなんだ。まあ、いや、じゃあついてからのお楽しみということで、また。懐かしいな、この辺。吉田くんと来たよね、うん、2人で。来たね。バイクで来たよね。フェラーリじゃない。フェラーリだっけ。バイクでも来たか。そうね、確かに。ディズニーランドか。ちょっとめんどいな、気持ち。ディズニーの何が楽しいか教えてもらおう。確かに確かに。3回しか行ったことない。マジで行ってんの。4回目ってことっけ。ディズニー行くんか。よーしよしよしよし、着いたか。行きましょう。行きますか。行きますか。寒いっすね。そうっすね。冬っすね、もう。行きますか。ケンタッキー食べたいな。フェンディにハマりすぎてるわ俺。最近のフェンディかっこいいよマジで。全フェンディ？うん、全部フェンディじゃない。全フェンディ。靴だけ靴だけ。説得力が。適当なこと言ってる。じゃあフェンディ最近マジで、なんかデザイナー変わったのか知らんけど、うん、マジかっこいいよ全部。新作着てるやん。本当や。マーティンアベニュー。間違えてるぞ。これかっこよくない？色合いがね。いいやん。堀田くんに合ってるな。彼氏がなんかこれ着てきたら清潔感あるもんね。確かに。まあ、なんか清潔感あるよ。靴もそう。そうですね。これは SI とコラボした靴です。ズボンもそうやん。そうそうそう。全部もらってるやつ。みずきちゃんよりモデルとして活躍します。確かに確かに。あ、でもこれ一応マスターです。あ、本当だ。あ、これも新作。かわいいかわいい。ピンクっていうのがいいね。まだ出てないんですけど。腹細すぎないですか。ピンク可愛くないかな。かわいいっすか。てか腹細すぎないですか。なんで触れなかった。いやいや、ピンクの方が重要なのに、押しながら流すから。いやいや、お腹の方が重要でしょ。人の腹じゃないと思って。人の腹じゃないってどういうこと。人の腹の細さじゃないの。 あれ、どこだっけ。ここの建物なんですけど、うん、あ、向かい合ってるってこと。営業時間前なんで。あ、そういうこと。いいっすね。絶対違うやん。新しい。あ、そういえば銀行行かんといかんから下ろしてきてもらうか。最近銀行がなんかマネーロンダリングとかなんか言って、うん、一気に下ろせるらしいんだよ。マジマジ。俺さ、行ったらさ、自分の金なら下ろせませんみたいな。それよくないね。そう、2000万円とかをなんか3回ぐらいに分けて下ろせないとダメなんですよ。めっちゃ面倒いじゃん。確かに面倒いっす。それ面倒いな。逆切れされたからだ俺行ったら。何のつもりですか当日来て。自分の金なのにそんな感じなんですかと思ってビビったもん。当日にそんな押せるわけないでしょみたいな。マジよこれ、俺動画撮ろうかと思ったもん。あ、おばさんが来てブチ切れてきて。ほんとブチ切れよ。ほんとのなんかその丁寧な言い方じゃなくてガチ切れ。そんな感じなんだ、うん、俺もう銀行変えようと思ったら、どこもそうらしい。知らんけどね。そのあ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、できる。なんで聞こえてたよね。聞こえてたよね。なんかチラッと聞こえてなかった。大丈夫。チラッと大丈夫だよね。聞こえてないですね。で、あ、よかった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 。なんか嫌な予感しかしないんですけど。いや大丈夫よ大丈夫。よく来るからなんか大概わかるんですよ、うん、何があるか。あ、ここよく来るんだ。ちょいちょい来てたんで。あ、そうなんだ。じゃあワクワクだね。そしたらワクワクだと嬉しいですけど。完全にめっちゃ懐かしいんだよ。完全に昔来たんすよ。こっちかこっちか。マジ懐かしいじゃん。昭和香る。懐かしい。めっちゃ懐かしくない？おお。昭和や昭和や。
みずきちゃんこういうのも好き？昭和香りなんかさ、昔ながらの。え、めっちゃ好きですよ。結構来ました、ここ。昭和駅だって。駄菓子。本当だ。すごいな。こんな感じな。めちゃめちゃ楽しそう。駄菓子屋とかめっちゃあるし。俺は楽しいわけだ。うんち。懐かしいな。日本一怖いお化け屋敷か。あれディズニーどこですか。え？ディズニーよな。ここじゃ。日本一怖いお化け屋敷久々。どれ？これ。あ、これか。めっちゃ怖いよこれ。レベチよレベチ。ということで、はい、日本一怖いお化け屋敷もじもじし始めてかわいいな。一人でゴールまで行けたらディズニーランド。おいおーよーし。おーなのか。おーなのか。いやマジで一番怖いの無理なんですよほら、ね。ミスター知ってたな。もうやだわ。しかも一人ですか。一人です。でも一応選択肢があるんですよね。あ、まあ確かに一応選択肢は一応もう一つ選択肢あります。最悪の選択肢はもう一つあります。なるほど、はい、どうした。まあちょっとやっぱり嫌がってはいるっすよね。いやでも YouTuber というねこういう仕事に首を突っ込んだなったら、うん、並大抵のことはやっぱ覚悟ないとこの先やっていけないんですよ、うん、これ苦手なことも挑戦してやっぱ乗り越えていくその強さが大事なんですよね。これを乗り越えた時にはもう瑞希ちゃんは多分何倍も強くなってると思うんですよ、うん、でその強くなった上にさらにみんな大好きディズニーランドに行けると俺たちと一緒に行きましょうおっっていうことですよ、うん、怖っ。なるほど。おービビったー。真裏にこんなの あんま近づかんでもらえる。こんな年齢制限あ、年齢制限確かに。まあそうなんだ。え、どうなんかお腹痛くなってた。どうぶっちゃけ行ったことあるお化け屋敷とかは。お化け屋敷は小学生の時に修学旅行で行ったぐらいです。入れたの。一応入れました。京都の。いやでもお化けとかは信じてないんですかもね。信じないようにしてるとは言うと。まあそうです。今日帰って寝れんぐらいかもしれない。一人暮らしの女性は怖いよね。怖いよそりゃ。そこまで行きたかったな。家帰ったらなんかタクマ潜んでます。うわ。ぬっと言って。ベッドの下からとか。そうめちゃめちゃ怖いやつやん。多分心臓止まるよ。そういえばタクマさんどこ行った？タクマは寝坊しました。今から向かうみたいなこと言ったからまあいいよっつって。前回はね、うん、タクマがこの中に隠れてやがって。俺に飛びかかってくるんですよね。いや待ってなんかそれちょっと。だけどタクマは本当に来てないです。あいないですか。その LINE にしてもいいけど何にもかも疑ってますから俺たち。一人の自撮りで行ってもらうか後ろからついていった方がいい。俺がそのカメラ撮った方がいい。水木ちゃんに選んでもらうもさすがに。これはついてきてほしいって言いにくなってて。でも一人本当は一人行ってほしい。一人じゃないとディズニーの違う違う。そっちじゃなくて画角的な問題でどうかなっていう。自分の顔しか撮れないの大丈夫かなっていう。お化けが出てくる瞬間撮れんわけじゃん。でもそこは中入るんじゃないの。さすがに撮影として俺らが。俺がちょっと遠目で後ろから離れて撮ってきますかじゃあ。あ、そうする、うん、そうしましょう。後ろから遠目でね。え、大丈夫ですか。大丈夫。頑張ります。頑張ります。その代わり俺たちはディズニー付き合わないといけない。そう、だってそうなんですよ。ディズニー行けるんですよね。そうそう、嫌なことをお互いやりましょうってことですよ。なるほど。はいはい。てか別に俺たちこっちも別にいいことじゃないから。俺たちからしたら、ね、じゃあ私が得するだけってことですね。そうだね。まあでも俺たち的にも、まあ、再生は伸びそうっていうので、まあ、2人がやってくれたんで大丈夫ですか。いいんじゃないですか。じゃあ行きますか。もう一気に行っちゃった方がいいじゃん。やばいマジでお腹痛くなった。うわええこんなこんな感じなの。逃げた逃げた。あれちょっと待って何が起きた。だっていきなりドーンっていうから。あ、そうなんだ。そんな感じなんだこれ。入ってもないの。あ、そういうのもあるんですね。よし。あ、もうやばいですね。あれ石姉さんが石姉さんがなんかやってるやん。慰めろ石姉さんなんかやってるやん、うん、大丈夫よ。一切いやいや何なのお前。一切一人で行かせて絶対ファンとかやって
うさーとか言ってそう。ヒールでね、キックするかもしれない。こうやってなんか消えてうさーみたいな。さすがに泣いてないよ。泣いてない。さすがに泣いてないよ。びっくりした。もうびっくりした。びっくりした。飯屋めっちゃあるやん。食いたいな。あ、これまたやるぞ。あ、これそれさ、これ出てきたところにさ、はい、はい、おめでとうございます。じゃあこれで当たったらいい。なんか言うの、さっきのあの流れ。それ意地悪じゃん。それやってますか。めっちゃ頑張ったのに、これでまた当てられた。はい、ということでね、あの、みずきちゃん、今からメインでお化け屋敷入ってもらいますけど、はい、石さんがいるんで、我らの化け物、石さんに、はいはい、サブちゃんで一人いてもらおう。多分お化け屋敷全員ボコボコにされました。お化け側ね、そういうのビビらんでしょ、多分。どうなん、怖いの。驚かされたらビビりますけど、うん、あのムカつくし、別に怖くはない。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。すごい怖い。ビビりますよ。ビビるけど別に本物じゃないから、シンスポの方が嫌です。ああ、じゃあいけるってことね。いけるかどうかわかんない。じゃあこの後ね、メインの後、あの石さんも行ってもらうということで、はい、よし、じゃあ行きますか。早速行きますか。はい、まあ、俺が後ろついていきますよ。はい、まあさすがに朝倉未来後ろにいたらちょっと半減するでしょ。うん、と思うけどね。日本一怖いお化け屋敷なんですね、ここ。これランキングありますけど。え、戦慄迷宮と近いやつ。どこに書いてあるんですか。これお台場の家、あ、関東のね、日本で一番怖いお化け屋敷選ばれてますよ。第2位、1位に選ばれてます。第1位か。第1位じゃん。先日名義より怖いらしいですね。イッサン一人だからね。イッサン、こうやって一人で行くわけだから。イッサン、この後ね、差がすごいよ。どうするお化け来る方側がみんなビビってたら。それは面白い。本物出たみたいな。本物の化け物にしようとしてるやん。イッサン。あれ、いける？最近の流行りのなんか化粧なの、それ。ほっぺた赤いの。あ、これですか。うん、あ、そうですよ。よし、じゃあ行きましょう。頑張ってくださいね。俺こんな感じでついてきますから。こっち映んなくていい、ほとんど気にしないでいいや、はい、よし、ミクルが後ろから撮ってるから。よし、あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張って。あー、すぐついてください。え、これイッサンと一緒じゃダメですか。いいよ、別に。ありですか。うん、コムドットのヤマトさんさえ2人で入ってたんで。一人って結構やばくないですか。え、でも俺がいるじゃん、後ろに。リッシさん一人で行かした方がいいよ。あー、もうやだ。ほら、立ち入り禁止って書いてありますよ。じゃあまずルール説明から。あ、すみません。ルール破るとですね、その場で強制退場となってしまいますので気をつけてください。はい、中を走らないでください。で、来た道を戻ったりはしないでください。はい、止まりっぱなしにならないでください。はい、あと、お化けや装飾品にご暴力行為とは物を散布する行為はしないでください。はい、で、歩き方は、ライトを持っていただきます。そのライトを照らして、前だけを照らすようにお願いします。はい、あはい、じゃあこちらがライトになりますので、こちらをお待ちください。はい、どうぞ。そしたらですね、ミッションがありまして、まずこちらのミッションをご覧ください。この学校の中にはですね、亡くなった4人の生徒、はい、そうです、4人の生徒がいらっしゃいます。選んでいただいた生徒がこの学校の中に出てきます。なので、会いたいと思う4人の生徒の中1人決めてください。で、このみっちゃんというですね、生徒のお化けなんですが、このみっちゃんというお化けが怨念がとても強いのでおすすめチェックしております。なので、供養の手順、これ下のね、供養の手順、こちらもしっかりご確認いただいて。え、一番あの、はい、大丈夫な生徒さんは誰でしょうか。みっちゃん以外にしたら、今のところは怨念はおなしに感じてます。あー、なるほどです。はい、みっちゃんがとても怨念が強いのでぜひお勧めしてます。はい、みっちゃん行こう。いや、みっちゃん以外で。あ、みっちゃん大丈夫です。いや、みっちゃんじゃなくて大丈夫です、はい、一番優しい方でお願いします。じゃあ、みっちこさんでいいです。みっちこさんです。了解します。一緒やん。じゃあ、みっちゃんで一回いきます。クヨの手順。供養の手順、これがの下のミッションになりますので、こちらをあの覚えていただかないと外に出られませんので。やばいやん。しっかりお札を受け取る、焚き火を見つける。そう、出られなしよ。はい、で、しかも戻ったらダメなんですよ、ね、そうそうそう。焚き火の目の前に人型を置く。焚き火の前にそれを置けばいいよ。
これ置けばいいんですか。そう成仏してくださいと全員で叫ぶ。一人で入るようじゃなさそうですよ。全員とか言って。あ、俺も叫ばんといかんのか。まあいいや、とりあえずいいよ一人で。いや、でも本当に嫌だ。お願いします。はい、行きましょう。総量なさすぎる。まっすぐお進みください。イッシさんがめっちゃ楽しそうにしてるやん。え、まだ大丈夫ですか。まだですね。え、もうバーンとかなる。あ、なれないですよ、大丈夫ですよ。じゃあこれ止まりますか。え、ちょっと待って、もう無理かもしれない。じゃあまず、こちらがですね、ミッションに使う人型というものでございますので、はい、こちらをお持ちください。はい、お化けみっちゃんでいきますね。え、ちょっと待って、いや、しんちゃんでいきましょう、やっぱり。あ、いいっすよ、みっちゃんで大丈夫です。はい、そしたらですね、じゃあ確認があります。こちら中を歩くと最後の方に焚き火があります。焚き火を見つけましたら、この人型を焚き火の前に置いて成仏してくださいって叫んでください。そしたら出口の扉が開きますので、そこから出ていただくという形でございます。はい、何か質問はありますか。置いて叫ぶだけですよね。そうです、置いて成仏してくださいって叫べば大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。じゃあそれでは一番最初の部屋ご案内しますね。いや、うわ。それではどうぞ。そんな勢いよく開けなくても。下の段差気をつけてゆっくり。ちょっと待って、先めくりさぞ。いや、撮影できない。え、マジ一人、誰かもう一人。え、なんもないですよね。あ、今は大丈夫です。下段差気をつけて。あ、下段差気をつけてください。じゃあこちら、じゃあ奥まで進みましょう。そしたら今から、校長先生が亡くなる前に残したみっちゃんに関する映像を見てもらいます。はい、映像を最後までご覧になっていただいてから左手のカーテンをめくってお進みください。じゃあ待って、本当に無理です、これ。本当に無理です、これ。はい、お願いします。いや、じゃあお願いします。本当に無理ですよ、これ。みっちゃん、そう、みっちゃんと呼ばれた女の子がいまして、まあ可愛い子で男子にも人気がありましてね。怖いでしょ。いや、本当に無理、本当に無理です、本当に無理です。じゃあ誰か一人お願いします。いや、もう無理、近づいて。じゃあ行くか。はいはい、行こう。はい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 。じゃあ早いですって。なんか引っかかった。先生、引っかかったんですよ。なぜか俺が前にいます。なぜか俺が前にいます。あ、高い。みずきちゃん、み
なんかいる。いやマジ、もう携帯の画面がホラーだ。ほらほら、呼んでる呼んでる。消えちゃいました。おお、すごいすごい。はいはいはい。はい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 。待って。成仏。ゆき姉ちゃん。はい。待って。みっちゃん嬉しいよ。何が？みっちゃんもみっちゃんでしょ。うん。私もね、一緒に焼肉食べたかったな。本当。みんなと一緒に車乗りたかったな。お姉ちゃんが羨ましい。じゃあみき姉ちゃんも一緒に私みたいにね。あ、ちょっと無理。なんで無理？首になって一緒。無理。ダメだ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 ダちゃんと取れたんですかこれ。じゃあ自撮りも取れて。取れんかったわ。え？取れん。ほぼほぼ。難かったかさすがに。鼓膜がマジで痛え。反対の鼓膜もいかれたかもしれん俺。そう。こっちに下に行くんでこっち水木ちゃん。耳終わってるやん。終わった。この辺でめっちゃ叫ばれた。ごめんなさい。ちゃんと入ってるんだね。たぶん、画角の、ほぼほぼ俺の顔。マジで。それはそれで面白い感じや。なんか意味わからんことになって、展開が。なんかもう進めんとか言い始めて、最初から。うん、序盤から、うん。なぜか俺が先を歩くみたいな。なるほどね。確かに。ミクルが先に出てきたもん。そう。インカメに変えたんだね、途中から。インカメに、インカメじゃないともう映らんくて。はいはいはい。2回ぐらい携帯吹っ飛ばされて水木ちゃんで、あのさ2回ぐらい切れてもう一回あの最初から撮り直してみるんでなんか突撃してくるんよいきなり後ろからということでね、はい、まあなんとかねクリアできましたね。いやどうなったかよく分からんけど悲鳴はすごかった。とにかくぶっちゃけどうだった？日本一の泣いてるやん。またまあお化け屋敷側としては嬉しいんだろうけど。だろうね。何回僕勝ってんの。あのうちで泣いてます。これは俺たちじゃなくてお化け屋敷側の人が。そうだね。俺ら知らないからこれは。知らないです、知らないです。いやでもね、うん、ちゃんとクリアできましたよ。すごいよね。渡り切ったということで、うん、まあ、これ俺たちあれじゃない。ディズニー。あーそっかそっか。あ、そう。泣いてるやん。泣いてる、泣いてるよ。あれ？こちらの。いやなんかねここにねちょっと水木さん来てもらったの。これアームパワー最大出力なんですよこれ。でここにねディズニーチケットあるんで頑張って取るしかない。
ちょっと、怒られた子供みたいな。ちょっとさすがにかわいそうなんで。そうだね、それさすがにかわいそう。じゃあディズニー行きますか。頑張ったもんね。頑張りましたよ。じゃあ行くしかないよ。どうだった、やっぱ日本一のお化け屋敷やばかった。もう序盤のビデオの時点で私もう行けないとか言い始めてで、俺が前を歩かされるっていう。なるほどね。面白かったっすけどね、やっぱクオリティすごいっすよ。ほんと、ここでビビらせてくるみたいな感じで来るし、俺の場合なんか二重で来るから。確かにね、お化けが来るじゃん、うん、したら今度水木ちゃんが突撃してくるんだよ、ね、タックルみたいな3回ぐらいされましたからね。一番の声量あったからね。そう、で耳マジで言われたし、こっちマジでごめんなさい。後ろから来るんですもん。確かに全然大丈夫なんですか。ネタバレになるかもしれないけど、まあ別に後ろからも前からも横からも来るんで。そんないっぱい来るんだ。そう名前呼ばれるんですよ。こんだけ怖いことをさ、うん、乗り越えたらもうないから。確かにね。いやいやいや、また来るかもしれない。いやもう警戒してますから。俺もさ、うん、脅かしてやろうかなと思ったんだけどさ、そんな暇もないぐらいずっと続くから。いや本当にもう休憩の時間もちょっと欲しかった。でも逆にあった方が怖いのかですよね。まあ、よくわかんない。俺はあんま怖いっていうのはないかな。うん、お化け屋敷そんな入ったことないですけど、うん、マジでやばい。レベチです。レベチなんだ。急に来るから多分手出ちゃうかもしれない、俺反射に。本当にカメラ持ってなかった。しかもなんかもう懐中電灯渡されるんですけど、なんか光が1メートル届いてますかっていうぐらい弱いんだ。だから本当に暗くて、赤いからめっちゃ面白かったもんな。こう顔がペッてしたらなんか顔とかがあるんですよ。あ、それだけもう、そりゃ怖いわ。次あれ、この後あれでしょ、イッサンが一人で行くんでしょ。イッサンが、おー、マジで怖いですよ。一人誰か後ろから撮影入る。みずきちゃんと行くよ。じゃあ、いや、マジで無理だと思う。そっちの方が怖い。そりゃそうよ、マジで。俺だけなんかめっちゃ脅かされた感じ。イッサン怪我したらやばいですじゃあそんな感じでね、はい、サブちゃん同時走行しますか。じゃあお、いいっすね。続き見に行ってください、イッサンの。ぜひ。じゃあそんな感じで、まあ、ディズニーまた行きますか。お、そうですね、行きましょう。それより何より、さっきからなんかまた無線なんか言ってる。動かせみたい。またなんかどうどうするか。ボコレボコレ。まあじゃあそんな感じで皆さんサブちゃん見に行ってください。ありがとうございました。